ふわりこのハッピーハンドメイド始まります。今回はレジカゴにぴったりサイズ、そして畳めるエコバッグです。肩からかけるとこのぐらいのサイズ感になります。はい、布選びです。荷物がね、重くなりがちですから、布はやや厚手のしっかりしたものがいいと思います。例えば、ツイル、カツラギ、薄手のデニムでもいいかもしれないですね。帆布だとちょっと縫いにくくなってしまうかもしれません。そして、柄なんですけども、1枚布で作りますので、上下の向きが関係ないものを選ばれるといいと思います。はい、布の裁断と材料です。まずね、本体部分ですが、横が85センチ、縦が95センチ、縫い代込みです。この四角に切ってください。ちょっとね、画面に入りきらないので畳んでますけども、85センチ ×95 センチの四角形です。そしてこちらが持ち手になりますね。15センチ ×65 センチ、細長い紐になりますので、これは2枚。それからこれがベロになります。10センチ ×35 センチが1枚。そしてこれはホックですね。これも100均に売ってたものです。用意してください。では本体部分を縫っていきます。まず両サイドにですね、ほつれ止めにジグザグミシンをかけていきます。初心者さんにワンポイントなんですけども、本番の布を縫う前にね、必ず布の切れ端もいらない、捨てるようなところでいいです。それで試し縫いをしましょう。これでね、上下の糸がつれていないか確認して、つれてる場合は糸調子などでね、調整してくださいね。ではジグザグ縫いを選びます。押さえ金も指定のものを使います。はい、じゃあ縫っていきますね。端っこに針を落として、はい、スタートします。返し縫いはいりませんのでね、そのまま縫い切りで縫っていきます。はい、こんな感じでね、ジグザグとこれでほつれ止めになります。はい、両方縫いますね。そうしましたら今度、中表に合わせます。そしてこの両サイドをまた直線で縫っていきます。今度はまたね、忘れずに直線縫いに戻してくださいね。では端から1センチくらいのところに針を落として縫っていきます。ここももう返し縫いはなしで大丈夫です。両サイド直線縫いをします。次は持ち手部分です。はい、まずね、端を三つ折りにしたいので1センチで1回折ってアイロンをかけます。そしてもう一回折ってアイロンを当てます。はい、これでこんな風に三つ折りになりましたね。こっち側もやります。もう一本も同じようにアイロンをかけて三つ折りにします。ではここの三つ折りにした部分をまた直線縫いしていきます。で、ここももう返し縫いなしでそのまま縫い切りで大丈夫です。こんな風にね、縫います。2枚とも縫います。そうしましたら半分に折って、アイロンをかけます。
う1枚も同じようにアイロンをかけました。次はベロです。はい、ここをですね1センチに折ってアイロンをかけます。向こう側も1センチでアイロンをかけます。そうして半分に折ります。そしたらこの3方向をミシンで縫います。縫ってるところがね、動画が撮れていませんでした、すいません。では本体に持ち手とベロをつけていきます。はい、まずねここ縫ったところを割ります。こちらも縫ったところをこんな風に開いてアイロンをかけます。では袋の口の部分を3センチの三つ折りにしたいので、まず一旦3センチで折ります。まあ、一応定規でね3センチ、こっち側も3センチね、平行になってるかどうかね確認してアイロンをかけます。はい、そうしたらもう一回折って、アイロンをかけますね。はい、一応ちゃんとね3センチで平行になってるか、こっちが3センチなのに向こうが4センチ斜めになってたなんていうことないように、一応気をつけてねやってください。ではね、レジカゴの、上部の幅を測ります。これでちょっと持ち手の位置を決めたいのでね、50センチでした。はい、で半分に折りまして、中心から25センチずつですねの位置に印をつけます。まずこっち側25センチ、反対側も25センチです。向こう側の面もね同じように印をつけてください。そうしましたら持ち手をこの三つ折りにしたところに挟み込んでいきます。印をつけたところと持ち手のこの折った線ですね、真ん中のここを合わせます。そして三つ折りにねしっかり奥まで挟み込んでください。はい、じゃあ反対側もね、持ち手を同じように印と中心を合わせてしっかり奥まで挟み込んで、クリップで留めていきます。今こんな感じになってますね。で裏面もね同じように挟み込んでください。そうしましたら今度ベロの位置を決めるんですが、持ち手から持ち手の中心、印をつけて、そしてこれ先ほど作ったベロのこの口が開いてる方ね、縫ってない方を挟み込んでクリップで留めます。そうしましたらこの口の部分をぐるーっと縫います。はい、そしてね初心者さんにまたワンポイントなんですけど、こういうケースがねついてるかと思います、家庭用ミシンで。ここ取りますと筒物縫いでねこう布を回しながら
縫うことができるので、例えばまあ裾直しとかね、ズボンの、そんな時にこれをこんな風に使うといいかなと思います。で、今回のバッグはまあ別に大きいのでこれしなくてもいいんですけど、あの一応こんな感じでできますよということで外してみました。で、持ち手をね、ずれないように、ベロのところもずれないように布をこう回しながらね、最後まで縫います。最後は返し縫いをします。はい、そしてね、縫いましたらもう一回この持ち手をこのように折り返すんですね。全部4箇所ともね、こんな風に折り返してください。で、ベロのところはね、もう今回そのままで折り返さずにそのままにしてあります。ではもう一周、今度口のね、ギリギリの方を縫っていきます。手前のケースはね、戻した方が縫いやすいです。はい。で、ここもずれないように、ちょっとこう、持ち手とね、布をこう、きちんと引っ張りながら、こんな風に一周縫っていきます。ベロはもう、そのままで縫います。はい、で一周縫ってきましたら、最後はまた返し縫いをして終わります。はい、マチを作りながら底を縫っていきます。袋をね、表に返します。そして持ち手のね、折り目に合わせて袋を中へ折り込みます。こういう風に中へね、折り込んで、しっかり底の部分をね、合わせてください。後でここを縫いますのでね、ここをきちっと底の部分、合わせますね。反対側も同じようにします。そしてこのね、底の部分をミシンをかけるんですが、何度も言いますが、ここ底ね、きちんと合わせます。はい、では端から5ミリぐらいのところ、まず最初返し縫いをして、そして直線縫いスタートです。はい、そして最後も返し縫いをします。ここもね、少しアイロンをかけて折り癖をつけておきます。はい、ミシンは終了しました。あとはこのベロと本体にね、ホックをつけていきます。で、畳んでね、畳んだ時に、留めるためのホックの位置もね、決めていきます。このホックね、2セット入ってると思うんですが、今回は1セット半使います。はい、まずね、目打ちで穴を開けて、まずこうポチッとはめる方ですね。そして今度こっち側は受ける方を留めますね。
そして先ほど印つけた本体の真ん中辺ですけども、ここにも同じように、受ける方ねのホックをつけていきます。はい、これで完成です。はい、こんな風にして、はい、畳むこともできます。これは実は以前作ったあのコンパクトに畳めるエコバッグなんですけど、だいぶ大きさが違いますけどね。こっちはあのちょっとやっぱ厚地の布を使ってますし、レジカゴサイズですのでだいぶ大きかったですね。はい、これでぴったりです。ちなみにね、こちらちょっと宣伝なんですけども、あのこれ簡単に畳めるエコバッグなんですけど、サイズ感はね、大体レジカゴの半分ぐらいなんで、これはまあサブバッグとしてね、カバンにいつも入れといてもらうといい感じかなと思うんですよ。すごく小さく畳めるし、作り方をね、あの紹介してますので、よかったらそちらの動画も見ていただけると嬉しいです。こんな風に簡単に畳めます。はい、こちらね、もうこれだったら会計終了後ね、詰め替えずにね、さっと帰れますね。よかったら作ってみてください。最後までご視聴ありがとうございます。チャンネル登録もよろしくお願いします。またねー。